布地の折り目と同じようにやり方は一つです。わあ、リンゴちゃん今日もよろしくね。相手のターゲットは誰かな。即戦即決で行こう。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。一歩も引かない。了解、私の手法。リンゴちゃん今日もよろしく。子供たちの悲鳴が聞こえる。進め。私の手法を遮ったな、ドクター。エルキュー、いつく待機中。思考を面積にするは戦術。悪くない場所だ。命令を。鏡に映るし斧が顔が見えるか。言われなくても分かってる。レーバティー。もん、誰が戦場で旗を武器にするんだよ。単独行動に慣れてるのよ。いいだ。命令、子供たちの悲鳴が聞こえる。言われなくても分かってる。害虫だ。本気で行くよ。決まった。何時らがこしこし部位、何人も語り継ぐことかなわ。エペクシュー指。諦めるな。結果、無価値なものには興味ないのです。諦めるな。結果をお聞かせください。あっ、針に糸を通すように。つく。待機中。邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。命に裁断できるというんですか。戦闘用の服。針に糸を通すように。良くない場所だ。話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。あなたにしたもんね。この程度で止まって俺かまない。言われなくても分かってる。凝固しろ。始めよう。相手のターゲットは誰かな。了解した。問題ない。即戦即決。メール騎士が崩れていくのを感じる。あ、はい。針に息を通すように。つく。結果をお聞かせください。我に喜びを与えなさい。ご指示を。思考を明晰にするは戦術。針に糸を通すように。つく。戦闘用の服もバッチリ準備してきました。罪人は罰を受けるべきだ。裁断できるというんですか。
まただきす針に糸を通すように。つく、針に糸を通すように。つく、罪人は罰を受けるべきだ。敵が何と言おうと、どんな考えがあろうと、私には関係ない。どう倒せばいいかということにしか興味ないわ。